ちょっと文字だ手加減してお前中学の中じゃないかよ。うわーカーブじゃねえのかよ、最悪。うわー押しないっす。過ぎたか、こいつチャンスに弱えんだよな。うわやべ、おい文字だもうやだ最悪、根性もうちょい上げとけよかったわコングロコングロ何この歌ダッサこの効果。この歌を聴くはめになるとはね。祝勝乾杯だ。ざけんなよマジで。あこれ一応続くんだ、ここでゲームオーバーかと思ったけど、マジか、お前本文庫を裏切るのか、ほらあんたたちさっさとボール取ってこいやんす、持ちだ絶対許さねえなんか誓いが病気で倒れてんだけど、うわぁ結局いやいやいや、その後努力しろよそれは違くないか、えへへじゃねえよあちょっと待って、カーブ4まるまるなくなったんだけど、ひどくない？変化量が減っただったらわかるんですけど、以前のように野球ができないのでは孔明君を本校に置いておく意味がありませんからね。ちょっと待ってください、リハビリは順調なんです。小泉純一郎、病院から報告を受けておる。君の握力の低下は原因不明、元通りになるまでどのくらいかかるかわからないらしいんじゃないか。君に根性があればそのうちにこの本校へ戻ってこれるよ。ほっほっほ、おいこいつ黒幕だろ、まあせいぜい頑張りたまえ。そうか、この学校はそういうルールだ、残念だが仕方がない、できる限り早く戻ってこい。はい、なんてことだ、勝ち組キャンパスを送る予定だったのにこのコングロ高校で。すまない、もっと早く俺が気づいていれば。お前のせいじゃない、気にするなよ。それに案外コロッと治って秋季大会には間に合うかもな。こうして俺は本校から分校へ移動することになった。はああ開拓分校へ移動することになってしまったと。家からは電車で30分、結構遠いな。そんな遠くなくね、通勤時間、まあ通学時間30分って本校とあまりにも違いすぎる。すごく貧乏くさい。これが開拓文庫か、キャッハッハ、田舎の小学校とかにありそうですよね。あーこれもう詐欺だろ。コングロ高校ってね、もう花のあるキャンパスで生活しようかなと思ってたのに、もうまさかこの物語になってしまうと。こんな感じで、何これ、今日は気力が充実しているな。あーこれはちょっと限界までやりましょうか。えなんか怪我したんだけど、うわー最悪、なんか爆弾ポイントっての上がってるし着実に、何これやばい気がするわこれ。いってふざけんなよ、今怪我率 2% ぐらいだったじゃねえかよ、おい。あーちょっと待って、やばいやばい、あ待って、爆弾ポイントが1上がっちまった、最悪。えこれやばいんじゃないの。そしてえ何これ、先輩そんなことまでやらなくても。いやいいんだよ、俺ボールを直すのが好きだから。は
よし、全部できたぞ。大したものね。あ、俺の才か。もう名人の域じゃない。あ、木村、なんだよ、見てたんだったら少しぐらい手伝ってくれよ。ボールを直すのが好きなんでしょ。一番好きなのは野球をすることなんでしょうけど、もうできないからな。今度こそどうしようもない。コーチを目指すんだって。なんかちょっと待って、え、これ野球人生の終わり、嘘だろ。海外留学するって噂も聞いたけど、怪我で苦しんだ経験を何かに生かせないかと思ってさ。野球にも関わっていられるし。そう、小宮君らしいわね。私応援するわ。こうして俺は甲子園へと行く夢を諦めて別の道へと進むことになった。終わった。爆発したんだけど、肩が。教えてるわ。なんかちょっと待って、俺指導者になりたくないんだけど、まだちょっとプロへの道を諦めたくないんだけど。終わった。第1球投げた。これはヒットだろ、さすがに。オッケー。もう今撮ってたらマジ発狂してたわ。桜井、2打席連続ヒットです。ツーアウトからのランナーが出ました。杉原さん、こいつパワーあるんだけどホームランはね無理だろうな。だからここは普通にヒット打ちます。オッケー。おお、なんかバグった、ラッキー。いや、まだチャンスあるわ。いや珍しい、ちょっと軽い、マジで。お前ここで打たなかったらお前の彼女寝とるからな。10回裏、コングル高校2点のリード。よし、オッケー。試合終了です。コングル高校優勝。やっぱ残ってなかった、ゲームオーバーの回数。終わった。すいません、多分俺がね、いろんなゲームに今まで浮気してたのがね、そう、あだとなっちゃいましたね。とこれからちょっとパワポケにもね、そう、パワポケのこと最近忘れてたから、うん、多分その罰が降りたんでしょうね。